あれから10年ですねということからです武田先生いつも貴重なお話ありがとうございます2011年3月11日東日本大震災とその後の原発事故という強烈な体験 放射能という目に見えないものとの戦いもあって、右往左往していた私たちは、武田先生のブログでの発信にどれだけ救われたか知れません。同時に、政府などに対する不信感は増していき、今回のコロナ騒動やアメリカ大統領選で決定的にあったなったような気がします。あれからちょうど10年経って、今だから話せることや、 あれから先生の中でどんな変化があったのかなどについてお話しいただけないでしょうか漠然とととした質問でですすみませんというこ当時ですね私、まあ、あのインターネットですねブログに随分とあの質問がありましてね一、えーまあ、日にこう一回寝て疲れて寝て起きてパソコンを上げるとずらっとまあ来るとだいたい一日に6,000通とかなんか来てですね 年間なんかブログな何とか賞っていうのをまあ1年経ってもらったぐらいの状態だったんですね。でまあ全部はもちろん読みきれなくて頭からこう自分の体力のある範囲で読んでまあその中で非常に印象的だったのが例えばえお母さんはが勤めててあのお乳が出ないとミルクでまあ赤ちゃんにお乳飲ませたところですね水が汚れちゃってですねでその人は友果的なものですから。 えー、もうそのなかなか水を買いに行くスーパーの中に買いに行く時間が限られて,てほとんどないとそれでまあどうしようかってもうこのままじゃ水は飲ませられないしあミルクは飲ませるれ飲ませれば、えー、こう被ばする飲ませなければ餓死するっていうことで,で僕はすぐその場所を調べて水道の汚染度を調べてですねそれでどのくらいまでだったら大丈夫だっていう。 その子供の年齢とかですねご連絡しましまた今どうなってるかなと思いましたけどその頃そういう行政サービスとかそういう医学者なんかの協力は全くありませんでしたね。これは今度のコロナもそうですが当時もそういう具体的にかわいそうな人が出てもですね大丈夫だの一本やりでした、ね、それから何て言うか被爆地に近いところの病院に応援に行った看護婦さんが。 行く時は自分が妊娠してててるって分かってなかっかかなたんですがその後妊娠してると分かってそれでフィルムバッジで染料を測定してたけどえどんなもんだろうかってやっぱり相談も来ましたねえそれも国立感染センターのデータを見ますとね結構危ない状態でしたねあのご本人は大丈夫ですが胎児はですねだけどお母さんだからまあそのまま連絡いたしましてねあとはもう,うあなたが判断してどうか決めてくださいと言いましたけど。 それもまあ今どうなったかなと思いますねそれからちょうどそのあの事故が起こる半年ぐらい前にですね山口県の農家の方が山口県を引き払って福島に来て新しい農業をやると農、まあ、薬とかそういうね、まあ、清潔な農業をやると、まあ、いうことで来たとしたらひばその土地が汚れちゃったんですね。で夫婦で僕のところに来られましたけどねもうどうしたらいいか分かんないという状態でしたね。 え個人もしくはまあそれに類するようなまあ相談というのが山ほどあったんですがえ行政ばかりじゃなくてですね福島に住んでるお医者さんからそ,のそういう科学者からまあそのとにかく自分のことはしゃべるけどそういうその被爆であのかわいそうなことになった人の救うことは全くしませんでしたね。しかも一方政府では皆さんご存じの通り今立憲民主党の党首になっている枝野さんがですね直ちに 影響はなもともとこれはもう絶対にやっちゃいけないコメントであってですね1年1ミリシーベルトっていう一般国民用の被曝の限度っていうのはですねご本人ががんになるとかご本人に健康障害が起こるという基準じゃないんですよもともと。ご本人の遺伝子に障害が起きた場合それが孫の代までに出ないというその ことのために国際的に1年1ミリシーベルトに決まってたわけでですから影響っていうのは孫の代まで見るっていうのがもう原子力では当然であり当然幹事長ならあ,あの人弁護士ですからねえそういうことをちゃんと踏まえてやるとまあいうようなことが必要だったと思いますね。それからもちろんそのゴルフ場が汚染されたものを裁判官がゴルフ場が放射線で汚染されたのは福島原発の影響かどうかわからないという判決をしたりですね まあとにかく世の中全部を上げて、隠蔽するということだけに一生懸命やったと。まあいう,ようなのが、ああ、それでしたね。しかも、マスコミが大きく乱れたのは、やっぱり僕は。福島原発が決定的だと思うんですね。で、あの頃、マスコミの記者は4日目に。えー、朝日、朝日毎日、あの読売、日経。それから、N. H. K. 始めた主,主要メディアはですね。福島から全部記者を。 引き上げてそして東京にさたとそこで福島は大丈夫だ「福島は大丈夫だ福島は大丈夫だ」っていう記事を書いてそれで3ヶ月経ってその記者が放射線防護服のを着て福島に恐るろ恐る入っていったら「実は普通の服装をして普通に働いてると」「何でですか?」と聞いたらいやもう新聞に「大丈夫だから」と書いてあるとまあそういうような状態でしたね。で まあそれ以来マスコミも変わったのは僕は現実にそこの場におりましてねえ特にえ本間でカなんかそうでしたけどそれまでは専門家ののうことをそのままストトレートに流し,てまし,たしかしそれからはマスコミ自体が誤ったデータを流すようになったのでまあおかしなことにマスコミ自身がチェックをしようということになってですね で僕の発言なんかも「先生ネットに違うこと書いてありますがいいんでしょうか?」いやまあネットで書いてあることを僕が喋らなきゃいけないんだったらもうネットやめたら?」って番組を <laughs> まあそういうような事態になりましたですからあのやっぱり福島の事故っていうのはですね極めて大きかったんでやっぱりそれによる社会の歪みっていうのが大きく出たとで今度のコロナでもそれから東京都の豊洲事件も同じでしたね。豊洲事件も 基準がクリアされてないしかし基準がクリアされてないとどういう話が出てきたかというとその地下から水を汲み上げるわけじゃないんだから地下の水がマグロにかかるわけじゃないんだから地下の便ン,ンは基準をオーバーしててもいいじゃないかっていうようなことがテレビで大っぴらにですね僕その頃テレビ解説出てて横の人がそう言ったんで「あなた何言ってんですか?」って <laughs> その規制っていうのは。 いろんな人がいるんんだといいろんな人がいる中で自信を持ってこの規制でこの土地でいい,だい,いっていうねそういうことなんだからまして一般住宅がそれではダメだっていうのをね動かしがいいいいはずじゃないじゃないですかとだからその動かしいいはずじゃないっていうのをね僕はそこのところで思ったのは専門家っていうのはですね要するにじゃあ変なこと言うわけですよ豊洲があったらどこに住んだとか前から約束があるんじゃないかってそういう話と全然違うよとそれは政治家が決めることだ。 我々が言うのはその基準値がいくつであるとか基準値以上はダメですよっていうことは別に考えなく言わなきゃダメだそうしないと健康は守れないわけですね日本の場合は食品衛生というのが非常に発達して、まあ、中国なんかですと危ないけど日本では大丈夫だとなったのは1990年ですね、まあ、ちょうどあのその頃っていうのは、えー、高度成長が終わってですね日本が非常に充実してました。したがって,っていうんですけど食品安全規制も それから放射線の規制もその頃一年一ミリシーベルとかだいたい定着したんですねつまり、えー、やっぱりこの人間社会というのはまともに動いててそれで力が強ければ、まあ、みんなも自信があるのでちゃんとした答えになるんだけど力が弱ってて、まあ、みんなが自分だけ良ければいいやって言うと変なことになると、まあ、今度のコロナなんかは全くその通り今度は逆に働きましたね大したことないのに大したことあるっていうことの元素を植え付けると まあ非常にこうそれでまあマスクの問題にしてもですね今度のコロナではワクチンの問題にしてもそれからもともと防御の問題にしてもですね学校の取り扱いなんかにしてもですねえ全くその議論ができないこういうことを言っちゃいけないこういうことを言っちゃいけないっていうねそういうその本当のことを言えない日本になったとまあいうことですねですからこれを早く回復してまあ10年経って日本がどういうふうに変わったかとまあいうことをよく考えてですね まあ今はこう幸いネットがありますけどみんなもそれはよく分かってますが地上波のテレビではほとんど本当のことは放送されないんだとまあいうことは多くの人がやっぱり感覚として持つようになったとまあいうことでは大きいですねそれからもう一つは原因追及もそうでしたしまあいろんな点でまたこれもまた嘘が積み重なってですね報道できなくなっちゃったわけですね。 それで原発を再開するかかどうかも報道できない、まあ、原発にちょっと地球温暖化なんか絡んでてさらに地球温暖化でさらに嘘があるんでもうどうにも動きが取れないつまり嘘が多いってことはこっちを正しくしたらこっちが矛盾生じるってことでそれで結局今度の10年目の放送もですね追悼番組が多くてそれでこれからどうするのだという番組がほとんどなかったそれはやっぱり追悼だけはできる。あの時はひどかったあの 同情を煽るるような番組はあるしかし今後どうするんだって一番大事なことは原発についても地震についてもですねあの地震の余地がなぜできなかったのかもちろん地震の余地はできませんしかし地震の余地ができるように言ってたのはなぜなのかですねこれはま非常に具体的には四国沖までは沖合の津波警報津波警報装置を設置したけど東北地方には設置しなかったわけですね。で こういったことは、まあ、技術的にはですね議論が不十分であったということですねそれからもちろん福島原発の直接的なああの原因になったと言われている、えー、堤防の高さこれ全然関係ないことなんでしかしそれが事故の直後に、えー、言われたためにですねそのまままた10年経っても放送されていると、まあ、いうようなことですね。まあ、原発については あの事故で明らかになった我々技術人としての深い反省はですねえ固有安全性とそれから多重防御という2つの柱で技術的な安全性を保つという2つとも間違いであるということが分かった。で現在稼働しようとしているもしくは稼働している原発もですねこの我々原子力関係者が長く言ってきた固有安全性と多重防御は達成されない状態で運転されているわけですね。ですから まあそういう意味ではえ10年目に我々が思い10年経ったから言えるという点ではですねまあ僕としてはもうこの辺であの頃ねなんで本当のこと言えなかったかとね国民がパニックに陥るからそんなこと言っちゃダメだっていうのが僕に対するほとんどの圧力だったんですよ。で僕は民主主義だから国民はそんなバカじゃないんだっていうねあの頃宮城県の知事が国民に本当のことは言えないんだ県民は本当のこと言ったら大変なことになっちゃうからっていう発言をされて。 僕が具体的に反論したことがあるんですね。ですから10年経っても言えないんであれば、それは国民のためのものじゃなくて、自分たちの身を守るためだということですね。それからまあその話し始めるといっぱい話したいことが起こるんですが、いつもこれも言ってるように2006年事故は2011年ですね。その5年前の2006年に、まあ僕は原子力安全委員会の専門員だったんですけど、そこに 今までは絶対安全っていうのが建前だったけどもう5年前には原発が危ないってことはもう我々はそれはあのこの前あのうんとあそこのね若狭湾の原発の差し止め訴訟をあの差し止めにした裁判官にお会いしたんですけどいや彼がね僕にね「いや震度5ですからね先生。 どうしてああいうものが認められてんでしょうかと僕に聞いたわけですよ。本当にその通りで僕も安全員やってた安全員専門員やってたんですけど、なんでこんなに低いあのね一般住宅よりかまだ低い耐震制度で、それはもう全部コストのためだったわけですね。まあもちろん定板の高さもそうですし、多重防御を違反していたのもそうですし、すべてそうだったわけですね。ですから、えー、原発のコストを下げるために。 えー、あらゆる違反をしてそしてそれが国民の目に見えないようにしてですねそして実施するということをずっとやっていたそれが今でも変わらずにいるということをまあ10年目にはですねそれを指摘するための NHK であり、まあ、新聞であるべきだと、まあ、こう思いますね。すねはい、はい それでは続いての話題に移ってまいります続いては本当の話報道ということでお話移ってまいります NHK 取材人の応募足利市の山火事についてということです